うちのビール飲んで、あ、幸せだなと思ってもらえるビール作りたいんですね。でキリンビールさんの横浜工場でおられた方が初代の工場長です。地ビール屋でありながら結構大手さんに近い味だと思います。自然の中で作ってますから、そういう意味で余分なものを混ぜないで自然のままのもので作っていきたいというふうに思います。ビールが得手でない方飲んで、あ、このビールだったら飲めるというお客さん結構多いんですね。ワールドビアカップなんかでも入賞してますから、そういう伝統を持ってるというところで、協議会ブランドとして事業化第1号ということで、夏風フルーティーエールを販売していただいております。今後後に続く方々の模範的な取り組みとして広げていっていただければというふうに願っています。普通の方が飲んでも美味しいねってこう思われるビールのが僕はいいなと思っていますね。大きくないけどもキラリと輝くあのビールをちょっと飲んでみたいねというビールになってもらえればなと思ってます。